ご視聴いただきありがとうございます。葵と申します。よろしくお願いいたします。今回は馬淵優佳さんについて占っていきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。葵と申します。よろしくお願いいたします。今回は馬淵優佳さんについて占っていきたいと思います。こちらに馬淵さんがおられますね。こちらが瀬戸さんですね。で、こちら蛇、女性とハート楽しく過ごしていた。本、週刊誌の報道によって苦労場、幸せな、基礎基盤、穏やかな、犬、パートナーとの生活、雲、不安、不足、大釜、カット、なくなってしまいました。で、蛇女性と楽しく過ごしていた報道によって
指輪、結婚生活、棺、不運、ストレス、終わってしまいました。で、そのことでクロス、精神的苦痛を感じられた。山、障害、ストレスです。で、月、月は女性としてですね、と孤独を感じた。で、上にネズミがあります。ストレスを感じておられます。で、瀬戸さんはメダリストですよね。星スターですよね。人気者でしたよね。で、こちらのクマ、クマは母親、いろんな見方がありますが、このクマとこちらの家、家族と見ますが、このオリンピックと見ますね、今回はね。で、瀬戸さんのオリンピックでのメダル獲得、願い、星、願い、騎士、吉報ですよね。メダル獲得、怒り、安定、生活の安定を願っていましたが、メダルを獲得できませんでした。で、お二人はネズミ、ストレスを感じておられます。で、経済的損失も感じておられますね。で、オリンピックの前に馬淵さんはガーデン、芸能界でテレビ出演されておりましたよね。キツネ、お仕事、花束、楽しいお仕事、手紙、依頼ですよね、をこなされておりました。で、取り離されておりましたよね。で、キー、問題を解く鍵、願いが叶って芸能界、ガーデン、これ新天地へ行く新しい船出ですよね、スタートされましたよね。で、そのことでメディア、太陽、いろいろ無知、ストレス、いろいろまた言われておりますね。ストレスを感じておられます。で、馬淵さんの願いはコウノトリ、子供さんと、上にこの魚があります。豊かな暮らしですよね。ゆったりとした時間ですね。で、ユリもそうです。穏やかな毎日、ハート、楽しく過ごしたいというのが願いなんですね、馬淵さんのね。で、この上に道があります。2つに分かれております。で、子供、新しいスタートですね。この週刊誌の報道によって、今なんか別居、2つに分かれております。別居されてるということなんですよね。今すぐ離婚っていうのはないと思いますね。それよりも、あの、馬淵さんはお仕事、こちら狐、成功、望まれてるのかなと思いますね。太陽です。で、お仕事のことを考えておられるのかなと思いますね。瀬戸さんね、またメダル獲得目指して頑張っていきいただきたいと思います。で、お仕事の方、馬淵さんも頑張っていただきたいですね。占いはいろんな見方があります。そのことをご了承いただいたら嬉しいです。本日はご視聴いただきましてありがとうございました。